ミッキーの家、ミッキーの家とミートミッキーは世界のディズニーパークにあるアトラクション。ミッキーの家はディズニーキャラクターミッキーマウスの自宅をモチーフにした建物でミッキーマウスと会うことができるアトラクション。1988年に当時マジックキングダムにあったミッキーズバースデーランドの中に最初にオープンした。この時は映画ロジャーラビットの要素も含めたものになっていたが、 その後にオープンしたディズニーランドと東京ディズニーランドではトゥーンタウンの一部としてオープンしたためマジックキングダムのものとは少しテーマを変更して作られた。さらにフロリダでもミッキーズ・バースデーランドがトゥーンタウンフェアに改装された際に他の2バージョンと揃える形で改装されたが新ファンタジーランド建設の一環で2011年にクローズした。また香港ディズニーランドでは メインストリート USA の期間限定アトラクションとしてオープンしている。ミッキーのカントリーハウスはディズニーキャラクターミッキーマウスの家を再現したアトラクション。ベッドルーム、リビングルーム、キッチン、ゲームルーム、ガレージにはからなる。他のパークのミッキーの家ではベッドルームでミッキーマウスに会うことができるが、ここでは庭のプルートの家の脇にあるハンジのテントの中にいる。 このハンジとは映画ロジャーラビットに登場するトゥームハンジに由来する。なおマジックキングダムではミッキーのバースデーランドを発展的に変更してミッキーのトゥーンタウンにする際にロジャーラビットのカートゥーンスピンを含め映画ロジャーラビットのキャラクターを用いた複数のアトラクションを用するテーマランドの導入を計画していたがそれが中止されたという経緯がある。 ドゥームハンジも本来はそこに登場する予定であった。ミッキーのトゥーンタウンフェアに移動する前は、ガレージにミッキーの車が停車していた。ファンタジーランド拡張計画のため、2011年2月にクローズ。ミッキーとのグリーティング施設は、メインストリート USA のタウンスクエアホールへ移動した。ミッキーの家とミートミッキーは、 ミッキーマウスの自宅をモチーフにした建物でミッキーマウスと会うことができるキャラクターグリーティング施設。裏庭にあるムービーバーンで映画の撮影をしている中、休憩時間にゲストとの写真撮影などに応じる。ミッキーマウスはディズニー映画、蒸気船、ウィリー、ファンタジア、ミッキーの大演奏会、ミッキーの夢物語の4作品のいずれかの衣装を身につけており、 どれに当たるかはわからない。もともとミッキーの夢物語は赤いショートパンツのみの格好だが蒸気船、ウィリーの衣装と似てしまうため普段のグリーティングで見ることのできる黒い塩ビ服に赤いスラックスのノーマルなコスチュームでゲストを迎えてくれる塩ビ服は夜間の清掃である。昼間の清掃はモーニングコート、タキシードは夜間の純清掃である。家の中にある家具に オルガンがあり、譜面台にはミッキーのマークが絶えず流れているが、よく見るとグーフィーのマークが一つだけ存在する。魔法の鏡のある衣装部屋には彼の衣装以外に彼の恋人であるミニーマウスの予備のワンピース等がかけられている場合もある。ミッキーと会うことのできる人気施設ではあるが、ディズニーファーストパスの対象外となっている。しかし、 ミッキーマウスの誕生日である11月18日にファンによる混雑で長時間の待ち時間が発生したこともあり2019年に1日限定で同システムが導入された。香港ディズニーランドにはトゥーンタウンが存在しないがメインストリート USA の期間限定アトラクションとして2008年1月に登場した。2月24日までの予定であったが 人気のため3月まで延長された。年初に期間限定でオープンされたミッキーの家につきクリスマスの飾り付けをしたミッキーのクリスマスハウスとして最後期間限定アトラクションとしてオープンしたもの。香港ディズニーランドのクリスマスイベントスパークリングクリスマスの一環として実施されている。ありがとうございます。